ボール拾ってシュート、ちょっと振り返っていこうと思うんですけど、はい、まず開幕戦素晴らしい、時間帯に見事追いついてキャプテンのヘディングシュートですよ。あの時間帯でまあ追いつけたのも大事ですし、まあその純喜さんのボールも良かったですし、まあシュート君のプレーも良かったので、まあ僕はボールだけ見てたので、そうですね相手はゾーンだったんで、パワーないと思って、はい、やっぱあそこでキャプテンが取ってくれるっていうのは、なんかこう開幕戦にふさわしいというか。